皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今日は年末ということで、こちらの年末スペシャルガチャを引いていきたいと思います。で、こちらのガチャ、まあなんといっても40連目ですね。ドーエカまたは渚ちゃんの PSR1 枚確定ということで、もうなんかこれなんで渚ちゃんをぶっ込んできたのかはよくわかんないんですけれども、まあ、ドーエくんのね PSR が手に入るチャンスとなっておりますので、こちら引いていきたいと思います。で、佐伯さんの別バージョンがデビューキャラとして登場しておりますと。一応さらに60連目まで引きますとバナーキャラ PSR1 枚確定となってますので、まあ、かなりねドーエくんの PSR を手に入れるチャンスが、高いということでやっていきたいと思います。まあ、あとやっぱ石がきついよね。年末スペシャルガチャ引いて、でまた明日元旦ガチャが来ますので、まあ、元旦の時はね毎回安い値が結構出てくるので、まあとは言ってもね、まあ、お年玉を使う人はお年玉を使ってしまうかと思うんですけれども、まあやっていきましょう。で、単ガチャの方が1回ありますので単ガチャも引いていきます。渚ちゃんがねどうしても現環境だと厳しいよね。練習に絡んでこないっていうところがほんとつらい。金徳が2つ手に入るとはいえ、渚ちゃん今ね金徳が2つ手に入るキャラとか普通にいるからね。だから渚ちゃんもうちょっとなんとか改良してほしいよね。かといって覚醒でどうにかってわけでもないんだけど、ね、イベント経験点をガチ増やすか金徳1個追加するかみたいな、しかも二次徳に絡む金徳を追加するかみたいなことをしないと、結構魔改造しないとやっぱり練習に絡まないキャラを強くするっていうのは相当きついと思うんですよね。まあ渚ちゃんの不平不満を言ってもしょうがないんで10連目から引いていきましょう。ここは SR、 もう 50% だからね40連目のところが。あ、3枚入ってる、結構入ってんな。キバ、あれ永瀬くんとかもいるんだ。しかもここでさPSR 出てもどうなのっていう。渚ちゃんの SR てか25キャラとか見てないんだけど、ちょっと10連引いちゃったけど見ておきますか。出現割合、あ、ピックアップキャラ1、別バージョンの佐伯さん、ピックアップキャラに渚ちゃんと同演、ピックアップ以外エプレミちゃんいるね。で、ジャスミン小高、バス停田中山、ユニフォーム相良さん、ユニフォームビビちゃん、アーサーヤミロ永瀬大がいる。で、先駆け行ってゴブリンが行ってコンちゃん行って、スバルが行って赤原行ってツノちゃん行ってノムちゃん、マントルの彼女キャラで、虹谷いてゆかり様、モードくん、ゆかちゃん、レイリー、キバ、ホープくんといったキャラになってます。で、永瀬くんの PSR がなぜか出ましたと。じゃあ20連目いきましょう。永瀬くん守備上限アップがあるけどね、 PSR50 にすると何がつくんだっけ、50とか作れないけど。ビビちゃん、これは PR か。ドーエくんとか全然出ないな、ドーエ不足だからな俺。30連目、ここはバナー SR、 いやドーエくんも結局借りないといけないかな、やっぱり。渚ちゃん、渚ちゃんってこれいくつだっけ、なぜかね PSR1 枚は持ってるんだよね。渚の使いどころをちょっと見出したい、この環境下で渚ちゃんの有用性を証明したい。40連目、ここは同栄か渚ちゃんか、運命の分かれ道。1枚、この1枚に全てがかかっている。あー来たー、よし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 、とりあえず同栄くんは来てくれた、もうそれだけでいい。
それだけでこのガチャは救われた、そう言っても過言ではない。ただ同栄は全然解放できないからね。同栄 SR すら持ってないから。いや、選択権はまだ持ってる、選択権は手元にあるけど、それしかないからね。50連目バナー SR、 PSR なんて果てしなく遠いな。虹谷と一緒で常設とはいえいつ作れるか、そんな状況です。ここは一応出た。別バージョンの佐伯さんってさ、固有がつくのって35なの40なの、ちょっと分かんない。見てみましょう。テーブル的になんか別バージョンになるとさ、40でついたりするじゃん。あ、35でつくか。あ、総力骨なんて持ってるんだ。練習効果プチューで、精神ボーナスはまあついてて、技術ボーナスは8で、ここに50になると練習効果30が多分乗っかる形ですね。で、あとね、補給上限になってるんで、レイリーと一緒には使えないというところになります。だから、佐伯さんに関しては完全に使い分けだよね。この補給上限アップ、レイリーを入れないときに、まあ、入れたりみたいな、まあ、金徳と、まあ、上限アップと、あと総力骨があるんで、まあ、今だとね、総力上限アップがありますので、まあ、そこら辺と絡めて、まあ、通常の佐伯さんは通常の佐伯さんで使って、別バージョンの佐伯さんは別バージョンの佐伯さんで使っていくのがいいと思います。でアベレージヒッター、内野安打、チャンスメーカー、逆境、少しコツが減ってるかな。コツが多すぎてもね、なかなか狙ったものが来ないので、一応佐伯さん、まあ、通常の SR ですけど手に入れることができました。じゃあここ60連目やります。まあ、ここの PSR、同栄くんが出てくれれば一気にプライチ、一気にも何もないけどね。2枚、なぎさちゃん、まあいい、同栄くんは確保したから。先駆けの PR が出てるな、というような結果になりました。まあ、同栄くん PSR 母体は確保したけど、まだまだ先は長いので、同栄くんはお借りしたいと思います。でですね、前回のガチャで作り上げた PSR プライオンのサンタサナちゃんで、ここにサンタサナちゃん SR が2枚あって、でサンタの選択権が1枚あるという状況になってますので、ここはもう PSR プラゴを作り出すためにこれをぶっこんでいきましょう。もうこれは使っちゃいます、最後の最後に。というわけで1枚ずついきます。ロックを解除してサンサナプラゴを目指していけ。いかない。次、ロック解除、2枚目、いけ。上限強化大成功とかすげえどうでもいい、強化大成功とか。これが2枚なくなったんで、選択権を引っ張り出してこよう。ではクリスマス選択権、ここはサンタサナちゃん獲得します。いや、もういいや、ここら辺の演出は。では3個目、またちょっとロック解除して、解放しろサンタサナよ、お前の解放した力を見せるときだ。解放しない。いやー、 30% だからね。で、実はですね、もう一つ最終兵器がありまして、その最終兵器というのはですね、この3周年記念 SR 選択権、これがまだ残ってます。で、本当だったら俺これね、神楽坂くん取ろうかなと思ってたんですよ。神楽坂くんも当時 PSR、プラいくつ、プラ4だったんで、まあ、この神楽坂くんね、プラ5に育て上げるために取っておいたんですけれども、一回神楽坂くんってパワチャリの報酬になったじゃないですか。その時にね、俺結構頑張って神楽坂くんプラ5 PSR のプラ5を作り上げるまでの、神楽坂くんをゲットしたので、神楽坂くんは現在 PSR プラ5にもうなってます。なので
ここにですね、どこだ、どっかにサナジがいたはず。ちょっと待って、サナお前どこ行った。あ、いたいたいた、普通のサナ、普通のサナをゲットしてこいつをサンタにぶっ込むと。これでいきましょう。これで PSR プラグは完成。ではこれが正真正銘のラストチャンス、最終兵器通常サナ、チケットを使ってまでゲットしたサナよ、いけ、レベルアップ悲しいね。まそんなわけで、サンタサナちゃんは PSR のプライオン止まりと。これも次いつ解放できるか本当わかんないね。まあ、ただね、アプリのサンタサナちゃんと比べると、まあ、どうしてもねちょいと悲しいところはあるんで、これ本当にアプリと同じだけの強さになったら相当強いよね。まあそんなわけで、まあ、今はねもうクリスマスの時期は過ぎてしまったんで、まあ、サンタサナちゃんには恵まれませんでしたけれども、またねちょっとガチャ動画が続いてしまって申し訳ないですけれども、次回はお正月のガチャ動画でお会いいたしましょう。今年も1年どうも皆さんありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。というわけで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。